皆さんこんにちは。試験は10月合格にするには十分だというタイトルで、本日ですね30分程度ガイダンスさせていただきます。担当しますのはレック専任講師水野と申します。どうぞよろしくお願いします。さて今日はですね、試験10月合格するには十分だというところですが、最近やっぱり宅建試験は本当に難しくなっていて、やっぱり一発で合格っていう人が減ってきてます。で、2年3年何年か頑張ってんだけどかなよねっていう人も増えてきてます、でも本気でちゃんとやろうと思って受かる努力をする、そしてもう一つ、ちゃんと受かる努力をちゃんとしたやり方でやると合格はまだまだ間に合います。で、まだまだっていうのがどれぐらいかなんですが、これは人によりますよ。で、例えばね、なんか去年テレビ出てるなんか東大かなんかがね、ここがなんか1週間とかで受かったっていうね、本当かいなって思う方もいるかもしれないけど、本当に要領がやるとね、1週間で受かるぐらいの能力ある人は世の中にはいます。で、1ヶ月で受かる、本当かいなって思うんだけど、やっぱりやり方によってはやっぱりそういうもうやっぱ賢いさね、いるんですよ。じゃあ3ヶ月はって言うと、別に3ヶ月ってまだまだいますよ。そのなんか特殊な超優秀なエリートじゃなきゃ、いやいやいや、ちゃんとしたやり方だったら十分いけます。だからこのね、期間ってどれぐらいって、よく宅建試験で合格するのに300時間必要って言うんですが、誰もが300時間じゃないです。100時間ちょいで受かる人もいれば、1000時間やってるけどまだまだ受かりませんっていう、それはねもう完全やり方っていうのもあるんですよ。だからもちろんそのね、記憶力とか理解力とか文章の読解力とか様々な要素はあるところはあるんですけども、ただその特殊能力がなくてもまだまだ間に合うというね、そうですね、一応間に合うって3ヶ月っていうのをちょっと目処に見てんで、7、8、9、10、7月くらいだったら間に合うよっていうね、そんな話をします。で、まずは宅建試験はこの10月の第3日曜日にやります。10月16日の予定ってなってますが、まだ私のこれ今話してる時点ではまだ本決まりになってないんじゃないかな、なんですけども、もう本決まりです。はい、第3日曜日、はい、1時から3時というね、もうここで受かるって決めてください。で、まずね、受かりたいな、受かればいいな、でも短期難しいって言うから受かればいいな、今年は一応記念受験かな、試し受験かな、受かんないっすよ、そしたら、だったらね、今年から受験に上がるからね、もったいないからやめた方がいいです、もう絶対受かる今年って決めてください。で、例えば皆さんがもう2年目です、3年目です、4年目ですと複数回受験してても、もう今年終わるってまずは決めてください。もう、ね、この決意が大事なんですよ。でね、この人精神論だみたいになる、昔は精神論の方が良かったんですけど、最近精神論、こいつ鬱陶しいなみたいになるんですよね、圧強すぎみたいなね。そうじゃないんですよ。まずね、何事もここでやる、決める、絶対決める、やるんだって決めないといかんんですよ。何事もそうですよ。もう絶対受かるって決める、それでも人生うまくいかないこともあるんですよ。でも受かりたいな、受かればいいなぐらいの、そんな軽い気持ちでやったら、はっきり言いましょうね、直前期のプレッシャー、直前期の追い込みの辛い、あのって言っても分かんないと思うんですけど、あれが大変なんですよ。で、例えば2週間ぐらいのマシで50点中25点ですと。で、25点って全然いい点じゃないですよ。で、いい点じゃないんだけど、もう2週間で25点じゃもう今年ぶりだと。いや、全然無理じゃないですね。そこなんですよ。直前で勉強してて順調に右肩上がりで点数が模試だなんだって上がっていくっていう方の方がどっちかと少ないと思ってください。いい感じで上がってて、急に下がったとかね、こう波がある。で、そもそもすっげえ勉強頑張ってるんだけどなかなか上がんないなって、こう苦しい思いする人っていっぱいいるんですよ。じゃあどこで最後分けるか、合否分けるかって言ったら、最後のラスト2週間とかの力なんですよ。で、例えばね、10月の第3日曜日に絶対受かるって決めてたら、うわー、あと2週間でまだ25点しかいってね、どうにかしなきゃいけない、どうすりゃいいんだ、どこやりゃいいんだ、どこを中心すりゃいいんだって、その2週間でどう受かるかっていう分析考える、そして実行に移す、受かるんですよ。でも受かればいいなぐらいだと、うわ、あと2週間で25点しかねえ、もうダメだって言うと、まずね、体調が悪くなるんですよ。あと仕事を残業ですげえ忙しくなるんですよ。なんでか分かります？例えばもう2週間ぐらい前にあって、もう周りにね、もう猛アピール、いや、もう最近なんか
腰が痛くてとか、ケツ痛くて、首痛くてみたいな、もう痛いところがいっぱい出てくるんですよ。周りの人にもうね、完全にね、落ちた時に、お前体調悪かったもんな、本当頑張ってたけどな、かわいそうにみたいな、同情得たいんですかね、うん、あの周りの人はね、みんな気遣って大人だからね、ああかわいそうね、まあ大変だったなみたいに気遣ってくれてるようで、心の中で笑ってますからまた出たよ逃げがって、そうなんですよ。だから口では大人は出さないけど、思ってんです、思われてんです。あと残業でやたり忙しくなるっていうのは、忙しくもない残業をしだすんですよね。いや直前期本当に忙しくなっちゃって、本当に勉強頑張ってたんだけどなみたいな、お前大変だったからなって言われたんでしょうね。いやいや思ってないから、いやまたなんか無理やりなんか残業ですかみたいなね。要は結局遭遇になっちゃうんだから、もう今年受かるって決めてくださいよ。で決めるともう半分終わったんだもんです。でじゃあ決めた受かるぜみたいなね、そういう不動産業界お調子者が多いんですよ。うん、だからそれだけじゃダメなんです。受かると決めたら努力をする、当たり前です、ね、だからここね、今年必ず合格するって決める、決意する、そして次ましょう、試験範囲と学習目標で、これあの広い範囲から出題されますが、細かい内容が出題されることはありません。でこれ嘘書いてるんですよ。細かい内容出るんですよ。なんだこれと、今まで過去問に一回も出てねえぞ、なんだこのマニアックな、聞いたことも見たことも、生まれてこの方意味わかんねえぞこんなのっていうのが出るんですけど、あっても合否が影響ないって、ここ大事です。あの宅建試験って全部50問あるんですね。で50問でこれ一応合格点っていうのがあるの分かります？で あるの分かりますって分かると思いますが、毎年違いますよね。世の中にはいろんな資格があって、6割取れば合格っていう試験もあるんですよ。でも宅建試験は何点取れば合格点ですはないんですよ。要は一言で言います、問題が簡単なら高得点、問題が難しければはい30点低い点数になる。でこれ20点台で勝負決まったなんていう年も昔あるんですよ。20点台で過去最高は38点、まだ40点台にはなってないです、ね、じゃあどうやって決めるの、うん、だいたい合格率が、まあ、15から18の間、そこら辺でこのいい塩梅で合格ライン決まるんですよ。だから問題が難しければ対数高くなるし、問題がやりやすければこれ合格点が上がるということです。まあでもね、このね20年の10月の試験38点だったけど、決して問題簡単じゃないですよ。あの難しい問題も混じってましたよ。でも確かにそうですね、基本的知識で、基本的知識っていうのは過去問の範囲でできる問題は、まあ、43問分ぐらいありました。だからやっぱり38点とは妥当なんですよ、うん、ということでこの合格点っていうのはその年によって変わる、うん、じゃあ31点っていう年は、例えば民法のね権利関係が、あれ過去問覚えても全然できねえぞ、そうなんですよ、過去問って覚えてもできない問題いっぱい出てくるんですよっていう話をこれからします。じゃあいきますね。まずはこの合格目標で、広い範囲から出るけど細かい範囲は出ない、でもあっても合否影響ない、出たとしても正答率が5割だいたい目安として、切るものはできなくても合否影響ないです。あのちゃんとみんなが取れる問題で、ちゃんと取れる問題っていうのは、そうですね、合格者の正答率だと6割ぐらいですかね、まあ、50% ですかね。で、あの全国的に見ると6割ぐらいですかね。60% 以上の正答率ですかね。だから、まあ、これやっぱりレクとかで来ていただいてる方って、資格の学校高い金払ってくるって、それだけ意識高いんですよ。だからやっぱり 50% の正答率だと結構難問まで取ってくるんで、まあ、そういう人たちは6割かなと。でも20万人いて、20万人のうち、まあ、はっきり言いましてね、あの本気で頑張って取り組んできてるかなっていう、その合否を分けるというか、その勝ち負けになりそうな人って10万人いないと思いますよ。あの多分そのもう本当に突き明け場で、もう本だけなんとなく読んで、なんとなく来て、だから試験会場行くと、もうね、あかなりメルカリで高く売れそうですねみたいなね、綺麗なまま本が置かれてたりするんですよ。やってねえななんですよね、うん、もう そういう人多分全然関係ないです。だから例えば始めとか言うと、なんかすぐ寝ちゃったりね、早すぎだろ君っていう、そういう人とかいたりね。だからもう完全にもう記念受験というかね、
まあ、とりあえず雰囲気だけ味わいに行こうっていうノリなんですよね。だからちゃんとやってる人で考えるとまあ 50% じゃないかな。だからそういう人も含めると全国的に見ると 50% だけど、ちゃんとしてる人から見たら 60% 以上の問題を落とさなきゃ、まあ、合格点プラス 2,3 点ぐらいはそれぐらいのところで来るんで、要は細かい内容出てもみんなができなきゃ、はい、合否影響ない、そこが分かっていただくと、まず大事なのは満点狙わないってことですよ。で、満点狙わないってすごい大事で、例えばこう試験実施団体がここから出るよってまず大風呂敷広げるんですよ。でも実際に試験に出てきてこの合否を分ける問題になるのはだいたい2から3 10のうち2から3です。でそれ以外のところも出るんですよ、重箱の隅系が。じゃあ行きます。満点狙って勉強するとどうなるか。満点狙うとこの2から3割がぼやけます。そうするとどうなるか、問題出た時に全然わかんない問題はあんまないんですけど、2と4かどっちかな決めきれないんですよ、決定で出ないんですよ。で2かな、あ4だった、あ外した、裏書かれたみたいな、それが続いて合格点いってない。これ一生懸命勉強してるのに点数が伸びない人の典型です。いろんなことをやりすぎて大事なことがぼやける。これね、あの本当大事なことなんですよ。あの私ね、真面目に勉強してコツコツ努力してる人は人ごとながら、受かんないと本当悔しいんですよ。だって頑張ってるのに報われないって、もうなん頑張れよ、でもどう頑張るんだよと、満点狙うなんです。でも満点狙った方がいろんなことやってあの点数伸びんじゃないですかと、伸びないんです。あの満点狙って本気ですごく点数が伸びるのはあの記憶力がいい、ね、頭のいい、ね、もうすごいできる人なんですよ。あの例えば記憶力皆さんが抜群で一回読んだら忘れませんなんて人は満点狙ってやったら満点近くで取れますよ、合格しますよ。でも普通は無理なんですよ。普通というのはほとんどの人です、まあ、無理なんです。満点狙って勉強する、そうするといろんなことをやりすぎて大事なところがぼやけんですよ。そうすると点数伸びないんですよ。だからすごい時間かけていろんな民法の細かいところまでやってても結局点数は伸びませんと。で受かればまだいいんですよね、受かればね。下手したらね、勉強してるのに落ちるんですよ、受かんないんですよ。これは悔しいですよ。だからまず皆さんはね、その勉強の努力をしないと、努力しなきゃ受かるわけないですよ、この試験は。マークシートだからいつか当たんじゃない、俺ロト6当たったことあるからよって、そんなんで受かるかおいと、ね、要は受かんない、たまたま受かりなんてない。だけど努力をしてんのに受からないっていう人はいる。それはなぜかって言ったら満点狙っちゃってるから、完璧主義者になってるんですよ。だから試験って勉強すればいいってもんじゃないです。その大事なところを見極めて、そこに時間というのを注力する。特にこのウルトラ特集のこのね、あの今日ねお勧めする講座とかはもう短期合格なんですよ。6月とか4月とから初めての合格なんですよ。したらね、あんな隅々までやってるなんて、民法だけで隅々やってたら5年かかりますから。あんな満点なんて狙ったら何年かかったって、もうぼやけぼやけでも無理ですから、うん、だから満点狙わない、うん、ただ満点狙わないからは勉強あんましなくていいんだじゃないですよ。満点狙わなくていいですよっていうのが、いや合格点取りゃいいんだから満点狙う必要がないっていう言い方は絶対おかしいと思うんですよ。満点狙っちゃいけないのはなぜならいろんなことをやりすぎると大事なところがぼやけるからなんですね。でじゃあこの目標ってなってますが、はい、権利関係見てください。はい、出題数14出てくる、目標9点、あれ5点も落としていいのと。いいです、ちゅうか実際目標なんだよねこれ。で権利関係って現実14の7でも合格者いっぱいいます。7、半分です。 2問に1問、え2問に1問でいいのと。あそれでもそれなりに大変ですよ、権利関係で問題読むのが大変なんで。でも14の7、要は権利関係民法だけで条文1000条以上あるんですよ。でしかも借地借家法とか区分所有法とかこの特別な専門家がやるようなルールもあるんですよ。そのものすごいだだっ広い中から14問しか出てこないんですよ。いやー範囲広いわと、考え方とか現場の考え思考力とかそういったものである程度いかないとこれ間に合わないですよ。だからまあ14問中、まあ、目標はね本当は高くね10点より上来て、でも10点より上行くっていうのを暗記でやろうとすると結局満点までいかないけどかなり広い範囲やんなきゃいけないんですよ。だから民法って、まあ、半分が御の字だなです。で逆に宅建業法って18点目標ってなってますが、
はっきり言いましょう、本当は目標は満点20点です、うん、でも目標、まあ、宅建業務でもね、これ過去に出てなくて難しいねこれっていう問題は毎年何問かあります。でもね、4問もし超難問でできねえよっていうのがあっても1問当たるんですよ。4した確率だから 25% 正答率ですから、 25% 正答率4問あったら1問は取れるんですよ、運が悪くなきゃ、うん、だからこの宅建業法って本当は満点狙ってください、うん、でもやっぱり真っ赤な細かすぎるところもあるから、まあ、ちょっと落としてますが、結果的に宅建業法って最低ラインって20分の16です。16で、この16より宅建業法が低いとガクーンと合格率が下がります。だから宅建業法15問とか14問とか正解すると、例えば模試とかでね、いや業法はいけるんですけど民法が、え、業法何点と、14点です。え、権利関係、権利関係は何問と、え、あ、権利関係はね7点です。いや権利いいじゃんと、逆に業法、え、14ってもう、いや全然ダメじゃんと、え、業法14でいいとか言ってる、みたいな、笑わせないでください、お腹でお茶が沸きますと。要はね、業法って15問ぐらいできるとなんかできてる気なんですよね。いや全然できてません、うん、というその本末転倒になっちゃうんですよ。だから結局その宅建業法ってなんでこんなとこ濃くて必要かって言ったら、条文、法律ってやっぱ条文から出てくるんですがね、その条文80何条しかないんですよ。その80何条から20問も出てくるんですよ。でもちろん条文以外にも解釈運用の考え方とかね、そういった他のポイントから出てくるんですけど、それでもポイント論点なんて300-400ぐらいじゃないですか、うん、それでも多く感じますよね。だって国家試験だから大変なんですよ、うん、でも宅建業法って狭い範囲から20問も出てくる。だったら満点狙わなきゃ、もう合格するんだったらもう18はなきゃ、でちょっとミスしても17はいいけど16まではなんとかね、挽回、権利関係得意とか好きだったらいけるけど、それ下回ったらもう合格者にならないよと。だから、まあ、毎年ね14点ぐらいでも受かる方はいるんですよ。でもそれは権利関係でたまたま奇跡が起こったみたいに、ね、うわーなんかあんまり分かんなかったけど免除5問全部取れてたみたいに、ね、そういうことがないと無理なんで。でちなみに法令上の制限税価格はこれ83になってますが、一応ねこれね全部で11あったら最低8ぐらいだと思うんです。税金と価格ってやっぱ難しい時って、いや2点も難しいよね、1点ぐらいになっちゃうねって時もあるし、8問中7ってなってるけど、法令は昨年のね12月の試験なんて法令で、ね、もう皮膚ほどふわーって難しかったんですよ。建築基準法なのにこれ知らねえし、聞いたことないしと、過去も見てもないしと、そういうことあります。だから、まあ、トータルで11問中8っていうのがいいですね。だから8のうち7取らなきゃ1問しか落とせないっていう、そうなるとまたマニアックな細かいことまでやんなきゃいけないから、だからここはトータルで見た方がいいです。まあ、トータルで9が目標、でも御の字は11問中8だなって言ってます。あと免除科目っていうのは不動産業者で働いててね、ちょろい講習行くとね、でちょっとのもう本当に答え言ってくるような問題やってやると5点もらえるっていう、下駄貸してもらえるんですよね。羨ましいじゃないですか。不公平だ、世の中不公平だと思うじゃないですか。世の中もっと不公平なこといっぱいありますって。もともと金持ちに生まれたこと、貧乏で生まれたこと全然違うんですよ。もう最初がもう全然不公平なことって世の中いっぱいあるんですよ。資格試験は平等ですよ、平等な方ですよ。5問免除あるずるい？あ、大丈夫です。5問免除って、まず何にもやんなくても 1.25 もなんで。で、1.25 もあって、あと、統計のところって上がった下がったっていうところちょっと頑張って、あとは、景品表示法っていう常識プラスアルファで、っていうもんだけ覚えて、あと、土地建物とかって、勉強まとめると、便利難しいんですけど、こういう土地は安全で間違いないみたいな。いや、間違いねえわけねえだろ、みたいな。問題の字面でもう雰囲気で慣れていくといけるような問題多いんで、そうするとね、免除科目ってすっごい勉強しても5点中5点って無理ですというか難しいです。でもある程度やるところを絞ってちゃんとやってると5点中ね3点って普通いくんですよ、うん、でも3点目標にしちゃうとやっぱり全然やんねえから1点とか2点とかになっちゃうから、まあ、目標は4ぐらい取るね、ぐらいの目標で意識して、まあ3点ぐらいですかね、こんな感じで目標にするんです。だからこれがもちろんね、問題が簡単だったら業法を落とせる問題2問ぐらいしかないよって言ったら18とかね、
あとは権利関係も、あ、今年は過去問に素直に問題出したね、過去問ちゃんとしっかりやってればできる問題が多かったねって言ったら、もうちょっと取らなきゃいけない年もあるんですよ。だそういう年が38点の年なんですよ。で逆に31点なんていう年はもう権利関係が14問のうち、いやこれ過去問やってても3問ぐらいしかこれできないよねなんて年なんですよ、うん、でも3問そこをちゃんと取ればあとは1個で絞れれば正答率って25%から 33% 上がるんですよ。要はいかにこれは絶対違うよねっていうのが選べて何問かいければ7点ぐらいいきますって、うん、っていう風に、まあ、権利関係ってねすごく範囲が広い しかもなかなかこう問題も読み取れない。でもその問題も読み取る練習はいるけど覚えることをなるべく減らすことによって権利関係ってこれぐらいいきます。だ短期合格の時に全部暗記でとか言うとこれ合格しづらいです。だから全部暗記、この完璧主義にならないで本当に大事で答えを出さなきゃいけないところをしっかり覚える。であとは覚えなきゃいけないのは自分がってなったところばっかです。自分が例えば問題やってそりゃそうだよね丸当たったやっぱりなって言ったらその問題やんなくていいですよ。だってもう次やった時もまた丸になるでしょ。で丸だと思ったら××だと思ったら丸そういうとこだけなんで丸なのか×なのかちゃんとしっかり見とかないと。でそれが本当に何度も出てることがあったら覚える。だからまず勉強って問題通してと思ったところを徹底的に覚えるというメリハリをつけてやってください。だからいろんなことを全て、全部大事なことを暗記しようとするとこれなかなか合格しづらいですということを言っておきます。で、まあ、今のような話も含めてやっぱりこれ独学とスクールで独学だと大変ですよって、ね、法律用語もねだとあの効率良い学習ができる、いや満点狙っちゃいけないって今言いましたけどそれだけでもねあの受験ってテクニックでなんとかなる部分って大きいんですよ。要は資格の予備校って結局その受験のテクニックなんでね、やっぱりそういうテクニック的なところはなかなかねお金いただかないと出せないみたいなところがあるんでね、だから効率よい学習をするのにはい資格予備校、うん、まあいいですよ。あと膨大な情報を有してるっていう正答率とかね、ここ合否の分かれ目なんていうのは普通の人じゃ分かんないですよ、うん、だから例えばこの資格の学校に属さないで宅建の講義やってる人はいっぱいいるんですけど、だけど資格の学校の例えば、まあ、レックはねそれなりに大手な方、それなりっていうか大手の方だと思いますよ。大手なはずです。そうするとねやっぱ受験生のデータっていうのがあるんですよ。こういう問題は正答率がこれぐらいになるっていうそういうのでやれるんで、でそうじゃないとあの経験則上これ簡単だなって講師ってみんなずっと教えてるからあのそんな問題簡単に見えるんですよね。でも受験生から取ったらこういう出し方は難しいとかっていうのはこのね数字見ないと多分分かんないですよ。だからそういったとんでいいし、あと疑問点を質問できる、聞かれたことは答える、まあ、そういうところがあるので、うん、まあスクールっていいよねっていうところはまあ見といてください。で今の話はもう完全宣伝なんですが、そのスクールじゃなくてじゃあ独学でやりたいってなった時にあの今これこの時間ってあの学校来るのが目、ね、あの引き寄せるのが目的なんですけど、注意しなきゃいけないのがじゃあ満点狙っちゃいけないならどうすりゃいいか、学校来ないんだったらここをやるんですよ。でここは何に書いてあったら過去問なんですよ。はい、過去問しっかりやる、これどこの学校もどこの講師も合格者みんな言うと思います。でこれは本当なんです。でなんで過去問が大事かっていう理由を知っておいてください。過去に出てるからです。いやいや過去に出てるんだったら、予想問題をいっぱいやった方が大手の会社の予想問題いっぱいやってる当たるでしょきっとと、予想問題いっぱいやった方がいいんじゃないの、ブーです。予想問題、まあどこの学校も適率的中大的中みたいなね、ほんなまあプロでやってんだから的中に当たり目だろうとか思うんですけど、まあ、一応的中みたいな出すじゃないですかみたいなね、うん、それなりに当てます。でもそれは過去問を元に分析してるから当たるんです。結局何が言いたいかったら、そんな予想問題だってどうでもいいんですよ。それよりも過去問をしっかりやることで今年も出てきます、過去問と同じような論点が、うん、じゃあなんで言い切れるかって言ったら、いつかこの宅地建物取引士って試験は昭和33年取引員っていうところから始まってるんですよ。で取引主任者になって取引士に変わってなんかこう士になったみたいになってるんですけど、所詮充実やれるかどうか能力を測ってる資格なんです。
重要事項の説明。不動産って法律絡みの商品だから、充実できる能力ありますかと。で、だんだん不景気な時代を経て、どんどん受験生のレベルが高くなってるから、簡単な問題だとみんなできちゃうから、どんどん手を変え、品を変え、手を変え、難しい、長文化、引っ掛けの渋い引っ掛けが出てきて、大変なんですけどね。それでも聞かれてることは同じなんですよ。だから、過去問をちゃんとやると、大事な論点、ポイントが明確になる。それはなんで過去問出てるかって言ったら、取引士のこの、重要事項に必要な能力をちゃんと知ってるかどうか聞いてるから、特に大事なところが何度も出てるから、過去問をしっかりやることで大事なところが潰れる、今年の問題もできる、こういう次第でございます。だから過去問ぶれるのは一番良くない。過去問を徹底的にやる。で、そこで間違えちゃいけないのが、過去問を覚えるんじゃないんですよ。これ独学者の方が一番陥りやすいのは、過去問やりましょうって言うんですね。で、その過去問で過去問を覚えるっていうので、過去問を繰り返しやる。で、次のねページになんか300時間がなんか必要とか言われてんじゃないですか。で、これ以上費やしても合格できない人って、おそらく過去問はちゃんとやってんだけど、過去問の結果だけ覚えてます。1、2、3で何度も繰り返しやってたら、この一番長い文章が正しいもので丸だったな、当たったみたいに、もうなんかもう66中身検討しないで正解番号だけ選べて、その正解番号だけ覚えちゃってるっていう、こういう方がね多いんですよ、独学の方の失敗パターンって、だから皆さんがどうやって勉強するかは人それぞれですが、なんでそこが×なのかって理由付け、正しいんだったら丸、じゃあこれがもしどうやったら×に出てきたら引っかかるかな自分と、丸の問題をどうやってっていう、ここの数字で2週間を30日したら間違えるかなとかね、それどう変えたら他の人が間違えるかを考えることによって、出題者と同じ思考回路になる、そういう勉強するといけます、独学でも。でもそれがなかなか大変だから、学校来てね、資格の学校が一番節約だよと。そう、結局ね、ここウルトラ速習35時間完成講座ってね、講座がこれ6月とかから始まるんですよ。で、この35時間完成講座ってすごい早いです。でも早いけど、本当に必要なこの大事なエッセンスが、もう早い、速習でいけます。で、その講座でやってないことも出てくるんですけど、まずどうでもいいことはもちろんできなくていいけど、過去問やるんですよ。で、このウルトラ速習35時間でバーッと中身聞いて、過去問をしっかりやる。で、過去問でプラスアルファで大事な知識って埋めていくことによって合格できるんです。要はインプットの講座って、もっと長い講座も長い、ね、学校によってものすごい長いのもあるんですよ。でもそれがいいかというと、長く講義があればいいってもんじゃないんです。で、逆に短すぎると全然わかんないんでね、単発でね。だけどある程度の長さ、この35時間あたりが一番効率がいいかなと思います。で、35時間やって、それでも網羅してないようなことは、過去問で星印がある、大事だよとか、あと演習講座ですね、そういったところで潰していくことによって、最短の合格を目指そうというのがウルトラの、速習35時間完成講座というやつなんで、ぜひね、ご検討いただければと思います。はい、じゃあ最後にここの一番下ですね、はい、ウルトラ速習35時間と、あと解きまくり講座で整理で、次は皆さんの番です。必ず合格しましょう、ね、教室とか画面上でお目にかかることをお楽しみにしてますと。で、上収録は私の方が、ね、やらせていただくのでね、お会い、もしね、お会いできたら幸いでございます。皆さんの合格の助けに、なれば、ね、嬉しいなと思います。で、あとこの動画以外にスケジュールで、どういうふうな組み立てがあるのかっていうね、どういうこのウルトラ速習っていうのが組み立てで、直前期までどういう講座があって、何回ぐらい模試があるかっていうのが別の動画にありますね。もしあれだったらそれもご覧になって、興味があればご検討いただければと思います。以上でございます。はい、それではですね、本日ね、見ていただきましたが、まず10月合格するに遅いなんてことはないです。今から始めて絶対合格するっていう気持ちを持てば合格します。で、その時にやっぱり独学だとなかなか法律用語入ってこなかったり、あと法律用語勝手に自分で解釈してこういうもんだと思い込みでね、この思い込みでやってしまうとすっごく後々大変なんですよ。さっきもね、このね、レジュメに最初が肝心って書いてありましたが、初学者の時に自分で法律の用語とかを勝手に解釈して覚えてしまうと、もしそれが正しい解釈じゃないと、自分が一回覚えた内容が、あ、実は違ってたというと、それを忘れてもう一回正しいことを覚え直さなきゃいけない。こ
これは大変なんです。何にも知らないことを覚える方が楽なんです。一旦知って、間違えたことを知って、それを消してからちゃんとしたものにするって大変なんでね、変な癖がつかないうちにね、ぜひ、ね、レクの講座ご検討いただければと思います。以上でございます。はい、それでは、ご視聴の方ありがとうございました。皆さん合格目指して頑張ってください。以上になります。